フィールドテスターの田中です。いつもご視聴ありがとうございます。この月刊ISOプレスご覧いただいている方の中には、磯釣りね本格的に始めたいと思われている方や、磯釣りをね始めたばかりという方もね多くいらっしゃると思います。そこで今回は磯竿最初の一本の選び方というテーマでねお送りしたいと思います。一口で磯竿といっても、狙う場所やターゲットでね最適な竿というのは変わってきます。そこら辺をね分かりやすくお話ししていけたらというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまず深瀬釣りで使うね磯竿の特徴を簡単に説明していきたいと思います。で磯竿の最大の特徴はね長さです。ここにもありますけど5メーター以上5メーターか5メーター30っていうのがね、一般的に出されています。でなぜねその長さが必要なのかというとこの釣りをするね場所に関係があります。で今日もね磯に来てますけど、まあ、磯っていうのは岩の、まあ、島なんですね基本的に。でそこで釣りをします。で起伏があってフラットなとこってなくてずっとねこの起伏が海面の中に入っているそんなところでね、まあ、釣りをして魚をかけるんですけど竿が短いとハリスが、まあ、ハリスというかラインがね岩に当たって切れちゃうんです。そこを長いロッドで魚を誘導して岩に当たらないようなやり取りそれが必要で、まあ、長いロッドになってます。それともう一つ深瀬釣りの仕掛けってねすごく長い、浮きから針まで、ハリスの長さ3メーターから5メーターあります。その長い仕掛けをね扱うとなるとやっぱりこの長さが必要になってきますね。じゃあねいよいよ竿を選んでいきたいと思いますがまずね考えていただきたいところは皆さんがねいくらまでだったら出せるのかという予算のところですね。まあ、いきなりお金の話をするのもなんですが磯竿ってね価格帯がすごく幅が広いんです。で初めてねその釣りをするそして釣りをしたとしても長く続けるかどうかわからないっていう方はね安い竿を持っていただいていいです。今ね非常にね竿の作る技術って高くなってて、まあ、信頼のおけるメーカーのものであれば十分に釣りは楽しめますし魚も釣り上げることができます。でじゃあなぜね高い竿があるのかそこはねパーツだったり、素材がね、いいものがついてきて高くなってパーツというと、まあ、ガイドリールシートで素材というのはこのカーボンですね、一番大事なところ。じゃあそれがねいいものついてどうなるかっていうと釣りがねやりやすくなるそして楽になります。基本動作っていうとね仕掛けを投げる、当たりを待つまでに仕掛けをねいろいろ操作しないといけないあと当たりがあって合わせるそしてやり取りをして魚を取り込むそれが楽になる、ベテランもね初心者の方もまあ、同じようにメリットがあるのでご予算にね余裕がある方はぜひグレードの高い商品竿をね、手に取ってください。はい、ではね次に考えていただきたいのは何を釣りたいのかっていうところですね。で磯竿というねくくりの中にチヌ竿とねグレ竿って大きく2つに分けられます。でまあ読んで字のごとくチヌを釣りに行きたい方はチヌ竿グレを釣りに行きたい方はグレ竿を選んでください。でもねまあ釣り全く知らない方がね深瀬釣り行きたいってなるとどっちを狙うかわからないですよねチヌかグレか。それにまあチヌをね狙いに行くんだけど後々グレもしたいグレ行くんだけどチヌもしたいって方も多いと思います。そういった方はねグレ竿持って行ってください。というのもねチヌ竿とグレ竿の違い、魚の引きの違いでね調子を作ってあります。
チヌという魚は沖の方に走っていく、まあ、横だったり沖だったりに走っていく、習性を持ってますね。でグレは根の方、根というと深いところですね、足元の深いところに潜ろう潜ろうという引きをする。そこで調子を変えてあるんですよ。チヌを沖に行くのを止めるためにチヌ竿っていうのはね、全体が曲がる同調子って言われるんですけどね、手元から全体がきれいに曲がる調子で、グレ竿っていうのは足元にね、入ろう入ろうとする引きを止めるために先の方、支点、曲がりの支点がね、先の方に少しある、先調子っていう調子で作ってある。でまあチヌを釣るのにね、グレ竿はもう全然、ね、問題なく釣ることができます。チヌ竿でグレもね釣れないことないけど、パワー的には問題ないですよ。ただ根にね、やっぱしこうぐーっと竿が曲がって糸が当たってしまうと切れるので、まあどっち行くかわからないとかね、どう深瀬釣りをしたいって方はグレ竿を選んでいただくといいと思います。ターゲットが決まったところで、次は長さと硬さ、竿のね硬さです。でまず長さですね、5メーターか5メーター30っていうね、ものが一般的で、どっちを選ぶかっていうと、まあ、まず特徴からねお話ししましょう。5メーターという竿は短い分ね、軽くてね、取り回しがすごくしやすいです。で長いロッドは仕掛けが長く取れる、あとはやり取りね、あの根が張り出てるようなところとかであればやり取りが楽になる、そういったね、特徴がある。でまあその大きい磯に行くよって言われる方はね、基本的に5メーター30をね持って行っていただければいいです。で5メーターはね、まあその行くエリアでね、磯であってもどんぶかだらーっとこう磯の形状がね、だらーっとこう続いて海面下にあるようなとこじゃなくて、どんぶかのエリアであったり、あとは堤防ですね、鳩とか女性の方とかね、やっぱ軽い竿がいいと思うので、5メーターを選んでいただくといいと思います。はい、で次硬さっていうところですね。硬さっていうのは、まあ、竿の強さですね。で磯竿の場合、号数表記で表記されてます、強さを。チヌ竿であれば一番、低いところ、柔らかいところが005から1.25ぐらいまでありますかね。どんどんね、その数値が上がっていくほど強くなると思っていただいていいです。でグレ竿はね、だいたい1号から2号ぐらいまでですかね。そういった硬さの表記がありますけど、じゃあ何を選ぶか。チヌ竿であれば1号でいいです。1号あれ、最初の1本であれば1号持っていくと間違いない。でグレ竿であるとあれば 1.5 号持っていってください。でもね、まあ、グレ竿、グレにね2種類あるんですよ、種類が。口太グレとね、お長グレっていうね2種類あって、まあ同じようなエリアで釣れるんですけど、まあ離島なんかにね、お長狙いで行くような方もねいらっしゃると思います。でお長を釣りに行くよって方はね、ぜひ2号を最初の1本として選んでください。もう一つね、今まで話してきたそのロッドがね、外ガイドっていうね、ガイドがね外についたものの説明をしてきましたけど、まあ、特殊なものでね、インターラインという竿があります。インターラインガイドがなくて竿の中を糸が通るような仕組みのもので、これはね、まあ特徴としてガイドがない分糸の絡みがね全くない、心配する必要ないです。でやっぱし風とか吹いたらね、ガイドに糸が回って絡むこともあります。でインターラインどういうところでね、使えるのかっていうと、夜釣りとかね、全く先が見えないような時、糸の動きも見えない、穂先のガイドのね、その絡んでるかどうか分かんないようなところ、全然ねこう振ってもトラブルの原因っていうか、トラブルにならないので、インターラインのこの竿一つね頭に入れておいていただくといいと思います。はい、いろいろねお話しさせていただきましたけど、分かりやすかったですか、どうでしょう。最初の一本というのはね、
特別なものでね、やっぱし相棒となる一本なので、ぜひね楽しんで選んでください。